皆さんこんにちは。この動画は取れば徹底調査シリーズの第3弾、十字設定の白い箱を落とす台という動画になります。で、今回も、徹底調査シリーズになるんですけども、この十字タイプの設定最近よく見かけますよね。ちょっと前に現れてだいぶ数も増えてきているかなという印象を受けてるんですけども、そのタイプの中で、白い箱ですねが置かれているタイプの台なんですけども、これが何手でどんな形で取れるのかというところの動画になりますので、ぜひ最後までご覧ください。で、十字設定の台はちょっとずつ数も増えてきているような気もしてるんですけど、どんな形で取っていくのかというところですね、ぜひ参考にしていただきたいんですけど、これポイントはですね、どっちかに、どこかですね、4つ落ちるところがあると思うんですけども、どこかに景品を運んでいくというのが、当然の進め方になります。で、どこかに進めていくので、今だと多分左下、左側ですね、に景品がちょっとずつ来ているので、右アームを使って今みたいな形ですね、景品を左側にこう押し出していくような形で進めていくといいと思います。ちょっと右側ですねを狙っているので、ちょっとずつ景品が左の方に寄ってきているのがわかるかなと思います。で、景品を左に寄せたいときは右アームですねを使って、景品を左の方に押し出していくようなイメージです。で、だいぶ今、もう9回目ですけども、景品手前の左下のところに落ちそうなので、ここからあと何手ぐらいで取れるのかというところを見ていただきたいと思います。はい、10回目ですね。これ何回で取れるのか、僕も結構こういうタイプの台は、見てるんですけども、あんまりチャレンジしないですね。ハイエナを狙って、プレイチケットを使っていつもプレイするんですけど、どういう状況であればあと、数手で取れるのかっていうのがいまいちわからないので、ちょっとこの動画を使ってぜひ皆さんにも、そのあたり紹介できればなと思います。で、12回目ですけども、だんだん左奥ですねの方に、景品寄ってきてるのがご覧いただけるかなと思います。で、この辺りからどこら辺を狙っていくのかがいいのかなんですけど、これ手前すぎますね。あんまり手前を狙うとですね、もう景品浮かなくなってくるので、落とすの難しいような気がしてます。で、14回目ちょっとご覧いただきたいんですけども、やっぱりですね、これ景品を左の上の奥の方に、落としたいので、うまく右アームを使って、景品を横に押し出していくのがいいのかなと思います。で、次16回目ですね。で、これ奥の方を狙うんですけど、ここも結構右アームを使っているので、はい、ちょっとこんな形で、左側に動いてきていると思いますので、ちょっとずつなんですけども、うまく右アームとか使ってですね、どっちかに寄せていくような取り方を、ずっと続けていくようなタイプですね。さあ、18回目です。これ奥を狙ってますが、どうか。なんかこの辺りからなかなか進まなくなってくるんですよね。あとちょっとで取れそうなのに、動かなくなってくるっていうよくあるタイプなんですけども、ここは奥が真ん中ら辺狙ってますね。さあ、20回目どうか。はい、右アームで奥を狙ってますね。結構浮いて、ちょっとずつ、景品左側奥の方に進んできているので、あと何手かで取れるのかというような状態ですね。はい、21回目ですね。かなり来てますよね。さあ、22回目です。右アームを使って奥を狙ってますね。でも、こっから粘るのかというような感じですよね。あと何手で取れるのか。完全に右アームを使って景品の、奥ですねを狙っているような形を繰り返してますけど、ちょっとずつやっぱり来てはいると思うので、これを繰り返していけば取れそうですね。さあ、25回目です。右アームを使って奥、もうここを狙ってますね。もう切ってますよね。あと何回かで取れるんじゃないかなという気がします。さあ、どうか。結構粘りますよね。この辺りもあと1
手ぐらいで取れそうに見えるんですけど、まあ、こういう形になるのよく見ますもんね。で今度は左アームを使って手前を狙ってますね。これは、まあ、景品が今度右の方に戻ってきてしまうので元の位置に戻ってきてしまうんじゃないかなと思うんですけども、はい、かなり元に戻ってしまったかなという気がしますね。で今度は右アームを使ってここを狙ってますね。さあここからどうなるのか、なんか元に戻ってしまったような気もするんですけども、30回目ですね。さあどうか、おお、獲得しましたね。ということで30回で獲得できるという結果でした。まあ、最後ね、多分意図的に景品手前側を右側の方に戻していってで掴んで反動で落とすというようなやり方をチャレンジされたのかなと思うので、多分このやり方も、この台の獲得の一つのやり方になるのかなと思います。でちょっと10倍速で、改めて1手ずつ見ていきたいと思いますけども、やっぱポイントはですね、まあ、どこ、まあ、4つ穴があるのでどこでもいいんですけど、まあ、この例で言うと左側ですね、の方に動かしているので、うまく右アームを使って、まあ、ちょっとずつ景品を左側の方に移動させていくっていうのが最初序盤中盤は重要になるのかなと思います。でこの辺りでだいぶ景品が左奥ですね、左上のところに進みつつあるので、最後どうやって獲得していくのかというところで、まあ、ちょっとずつうまく右アームを使って景品が左奥に寄ってきてるのを確認いただけるかなと思います。ただここからですね、異様に粘るんですよね。でどういう風に獲得していけばいいのかなっていう風のを見ていたんですけども、うまくですね手前側を左アームを使ってちょっとずつ右に戻してですね、これあえて意図的にやってると思うんですけど、で形を整えて落とすというのが、まあ、一つ最後の獲得のポイントになるのかなという気がしました。まあ、これ以外にもたくさん取るやり方あると思うんですけど、まとめとしてはもう30回ぐらいで獲得できてましたし、まあ、ミスなくて20回以内でもしかしたら取れるのかな、どうかなというふうなイメージです。で序盤中盤は少しずつ横に、まあ、さっきの例で言うと左側にですね右アームを使って、ずらしていたので、アームの横移動が非常に重要になると思います。で最後はちょっとずつですね、まあ、向きをうまく整えて反動を利用して落とすようなイメージで獲得していく取り方が、まあ、一つ一例ですけども挙げられるのかなというのを感じました。まあ、11台の台は結構見かけると思いますので、その参考になれば嬉しいです。他にもこういったトレバの獲得動画や、攻略動画などアップしていきたいと思いますので、もしよければチャンネル登録と高評価をお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた他の動画でお会いしましょう。さよなら。